子供用のビニール飛び縄ボクシングのトレーニングでは手首の鍛錬とリズム感を養うため単縄跳びをすることがある。縄跳びは自らあるいは他人の回す縄が地上付近を通過する際に飛び越していく遊び。またそのための縄。今日ではスポーツ性の高いものもある。縄跳びには飛んだ回数や人飛びの間に縄を回した回数を競う場合と 飛び方の難易度を競う場合がある。縄の長さで単縄跳びと長縄跳びの二つに分けられる。近代日本での縄跳びの歴史は1878年に体操練習所へドイツから教師を呼び、導入したのが始まりだとも言われる。単縄跳びは数と、あるいは二人で飛ぶ。飛び方には、下記のように様々な種類がある。縄跳びを回す向きは、前回しと後ろ回しがある。 ダブルダッチと区別するために単縄飛びと表記することもある。また、飛び方の故障は時代や地域によって異なる場合があるため注意を要する。サイドクロスの体制での二重飛びの類にはいくつかの解釈がある。長縄飛びダブルダッチ長縄飛びは6メートルから8メートル程度のロープを用いてロープを振りゆら回線させて地表近くを通過するときにこれを飛ぶもの。 大縄跳びとも呼ぶ。難易度には皇帝があり長縄跳びには次のようなものがある。ダブルダッチは2本の縄を使って飛ぶ縄跳び。向かい合ったターナーと呼ばれる2人の回し出が2本の縄を内側に回し、その中でジャンパーが技を交えながら飛ぶ。17世紀にニューアムステルダムに入植したオランダ人によってアメリカに伝えられ、1973年に 本格的なルールが制定された。競技種目には、規定、スピード、フリースタイル、フュージョンの4種類がある。日本では1996年に、NPO 法人日本ダブルダッチ協会が発足。愛好者は5万人を数える。2008年の世界ニューヨーク大会において、日本体育大学や日本大学が優勝した。2007年1月15日には、アメリカの祝日、 マーティン・ルー・サーキング・ジュニアデーを記念し、Google のホームページのロゴが黒人と白人の子供がダブルダッチをして遊ぶデザインとなった。飛ぶ人が8の字のように移動することからその名がついた。飛ぶときは普通ながーと同じであり、移動するときは以下の図のようになる。上から見た図。ボクシングや格闘技では、 フットワークを要請するために縄跳びをすることが多い。練習前のアップ、練習後のクールダウンとして使われる。変化をつけるために早く飛んだり、ダッシュすることもある。ムエタイキックボクシングの練習では、タイロープと呼ばれる、イ王国で一般的な太く重いビニールチューブ製の縄を使用することがある。ありがとうございます。